YouTube チャンネルテレビ東京スポーツをご覧の皆さん、こんにちは。クズでおなじみキャプテン渡辺大佑。はい、東スポのバケンヤロトライスだよ。テレビ東京アナウンサーの森かすみです。今回もこの3人で競馬予想を生配信していきまーす。さあ、この番組はウィニング競馬の放送では語りきれなかった予想の理由やうんちくを、はい、キャプテンさんとトライスさんにたっぷりと語っていただく番組です。はい、何か音がしてますけど、なんかずっと誰かの電話が鳴ってます。多分7回ぐらいになるんです。ああ、そうですか。はいはい、はい、ちょっと頑張っていきましょう。はい、さあでは、今回はですね、明日行われる G1 天、春の天皇賞をキャプテンさん、そしてトライさんとたっぷり予想していきます。はい、そしてキャプテンさん、トライさんへの質問も随時受け付けております。チャット欄に記載していただければ可能な範囲でお答えしていきますので、そちらもぜひよろしくお願いします。はい、はい、さあでは、予想に参りたいんですが、その前にですね、はい、皐月賞軽く振り返っていきましょうか。まあ、本当に素晴らしかったですよね。そうですね。素晴らしくはないです。はい、外れてますからね、周りですけど。いや、まあ、ご覧のような結果になりました。はい、はい、1着は5番人気のジオグリフ。そして2着が3番人気イクイノックス。そして3着が1番人気のドーデュース。3連単の配当は3万2840円という。うん、結果になりました。さあ、キャプテンさんの本命のイクイノックスが2着、さらに相手に選んでいたジオグリフも1着に来たんですが、もう1頭相手キラーアビリティが13着ということで、惜しくも的中ならず。これは本当に悔やまれますよね。で、結局生まれんとかも買ってないし、はい、まあ、普通ならこれ当たりですからね。当たりと1着もそうなんですよ、ね、見つけたんですからね。確定したんですか、ここで。いや、でも、まあ、今までね、ここで学んだことが生きたことは一回もなかったんですけど、はい、ついについに前回でそう、ここで答えを出したものがね、そう来てるから。いや、貴重な1時間ってことがね、そうなんですよ。分かった、これは馬鹿にできないですよ、これは。この1時間、いや、計算馬券っていうのがね、私の足を引っ張りましたね。だから、キラーアビリティが、はい、3番枠だったら、はい、これね、3着絶対12を入れてたんだよね。そうなんですよ、絶対ローですよ。まやかしだった。まやかしだよな。いやー、でもね、2点で取れたな。配信を見てた方は、はい、参考にして、まあ、一番人気 の, 入れて当たったって方もいらっしゃったかもしれない、うん、いるかもしれないですね。この配信見てる人はね、参考にしてない気がする、俺は。なんとなく、なんか空気的なものよ。消すってことですか、はい。そんな気がしないでもない。そんなことないです。本当ですか。乗りますっていうコメントも。ああ、そうです。この前、お礼の手紙も来たしね。ああ、確かにね。はい、そうですよ。はい、そして、トライさんはね、はい、なんといっても、ご自身の一口出資馬、ジオグリフが悲願の G1 制覇を果たしたということですが、はい、喜びもひとしおだったんじゃないですか。もうね、48になって一番興奮しましたね。まあね、4コーナーでこれ来るだろうっていう、はいはい、こう思ったら来るんじゃないかっていう通りに福永騎手乗って、うん、まあ1コーナーでちょっとほとんど構想は確信したんですけれど、ゴール前の時もう覚えてないですね。もうね、だってなんか気が飛んでましたね。手怪我したって言ってましたもんね。そうです、なんかね、血まみれになってましたね。本当にジャンゴのディカプリオみたいなやつですよ。演技中に本当に怪我した話と一緒ですよ、それね。それとトラプリオってことですよ、もう。あれ、ジオグリフはでも本当にね、40口とはいえクラシックオーナーですから。いやー、本当にすごい素晴らしい相馬眼ですね。だってそんなに高くなかったわけでしょ。もう男馬としては安い方じゃん、3200万の馬ですから、かなり安いですよね。今後も楽しみですもんね。そうなんですよね。だと言ってもいいし、得体が知れないですね。別荘買っちゃうかなって。ダーといったらめちゃくちゃ稼ぎそうですね。めちゃくちゃ強いんですよ。なかなか使ってくれなさそうですよね。いや、そう、なんで皐月賞馬がいきなりね、ジャパンダートダービーとか使わないですよ、さすがに。レース終わったら君は下がって、もうダービーいいですから、ジャパンダートダービー使ってくださいって苦笑いしてました。さすがにそれはできないんじゃないですか。そうですね。まあ楽しみということで。はい、そうですね。はい、さあ、それではお待たせいたしました。明日の、春の天皇賞の予想に参りましょう。うん、さあ、まずはキャプテンさんと、さっきからね、出だしから怪しかったけど、俺は何もあえて言わなかったけど。違うんですよ、はい、今私このまま配信をここで YouTube で見てるんですけど、はい、足まで映ってると思ってなくて。あ足映ってんだ。すごいだらしなく座ったのね。違う、スニーカーなんですよ。ああ、スニーカー。あ、これ、そうなんだ、これ。いつもそうだったんだ、スニーカーいいもん。
すんないと思ってちょっと動揺してます、ね、はい、はい、さあそれでは、はい、キャプテンさんとトライさんは春の天皇賞どんな印象ありますか？トライさんいかがですか？うん、まあ、だから硬いって言いますかね、うん、あの真の強さある馬がきっちり来るなっていう、そういう馬がじゃないと来れないなっていう、なかなかね展開離とかそういうのでなかなか来ないですよね。うん、ただ我々がちょっとその馬の実力をあんまり把握しなくて構想するっていうパターンあっても、うん、たまたまっていうのはなかなかないですよね。うん、まあ、昔はそれこそね最強馬決定戦の趣がありましたけど、最近はねちょっとさすがにこの路線をなかなかね、そうですね、使ってこないので、はい、まあね、天皇賞秋使った馬をが来るっていうのはなかなかないですよね。そうですね。でもやっぱり改めてさらっと昔の勝ち馬見てもやっぱ強い馬ですけどね、うん、名馬ばっかりですよね、はいはい、ここ10年だとしてもね、北三村とかゴールドシップとかなわけだから、ね、まあ、フィエルマだって強いし、はい、そういう意味ではやっぱ強い馬ですよね。わかりました。その前にですね、お二人ともあの思い入れのあるレース勝ち馬いると思いますが、はい、特に思い出深いレースはありますか？トライさんいかがですか？いや、そのアイアンバローズの本命打った今やっぱ2012年のビートブラック、なるほど、こればっかりもう思い出しますね、うんうん、これもちょっと、まあ、アイアンよりも人気なかったですけど阪神大賞典で10着ぐらい破れてるけど、あとで石橋幸手で1枠1番引いて、まあ、ハイペース2番手から早め先頭で押し切ったんですけど、まあアイアンバローズもそんな形になりそうですよね。タイトルホルダーが行ってアイアンバローズが2番手でみたいな、離れて離れてって感じで、いやまたこの年が再現されるんじゃないかって思うよ。それだけは分かってるんですよ。でも単勝って違いすぎるでしょうね。もういやだから今回のより硬いっていう、ああより硬くそうなると、そうですね、なるほどね。159.6 オルフェーブルだったんで、この時。そうですね、オルフェーブルが謎の暴走した年なんですよ。あれもね、一番人気で18番枠だったんですよ。なるほど。アイアンが石橋が一番枠入っただけじゃないですよ。ものすごい今バカみたいな顔してましたね。本当に本当に俺を、私は普通の顔じゃん。アホ丸出しのままだったよ、今。ママに言いつけるからな。キャプテンだ、プラスされた。そキャプテンさんはいかがですか？アホ丸出しだと思ったんでしょ？いや、思ってた。私はそんなこと思わない。俺じゃそんなこと思わないタイプですか？遠くだからよく見えなかったっていう。2枚重ねるんですか？まあ、私はもうこれ、2004年ニングランディレですかね、やっぱりね。まあ、しょっちゅう思い出す。これも逃げ切りですもんね。まあ、これ、ノリさんが逃げ切ったレースで、今でも覚えてるんですけど、僕、前日の時点でですね、イングランディーレから行くって決めてたんですよ、はい、で、ゼンノロブロイ、リンカーン、ザッツ・プリンティンの3点で、当時は馬連多めに買ってましたから、馬連3点5000円ずつ買うって決めてたんですよ、本当に、はい、でネオユニバースは菊花賞を見ても距離が長いからなんつってね、うん、その3頭どれが来るだろうって前日にもうパチンコで全部負けまして、はい、持ち切り掛け金なくなったんですよ、はい、で、当時先輩が居酒屋競馬見れる居酒屋とかあるじゃないですか、そこで毎週のように先輩が競馬やってて、もう泣きながらね、やってるっていうから泣きながらその場に行ったら先輩がもう泣いてますから、私が、はい、2000円くれたんですよ。貸すとかじゃもう分かったと、もう2000円やるから好きなのかけろよって言われて、600円ずつ3点にすればいいのに、わざわざ1000円の2点に絞ってザッツ・ザ・プレンティーとリンカーンを選んでしまったんですよ。全のロボで切って、そしたら万年360倍の全ノロブロイが来て、はい、今でももうあの時なんか失神の気持ちは、失神しましたよ。僕あれからずっと失神してるんですよ。今日失神する前にその先輩にどんなお返しをしたのかっていう、外れてますから。あ、そう、外れてない、全ノロブロイないんです。全ノロブロイを切ってるんですよ、その3点の中で。そか、今でも忘れないこれは。一番悲しいのはその先輩ですよ、やっぱり。せっかくそう連絡だったのにっていうね。3000だったらいいのにね。いやでもね、前日やってなければパチンコ、ね、180万買ってんですよ、僕。そうですね。とかね、今でも思い出します。前日のパチンコは注意ですね。そん
な真剣な顔で言うのよ。いや、そこで潜ったら今ここの席にはいない。あ、まあそうっす ね、 そういうね、これはそのすごい悲しい気持ちを今でも覚えてますね。イングランディーレとボールドエンペラーですね、僕は。悲しみの記憶はね、はい、同じようなのがあるんですけど、はい、ありがとうございます、はい、さあ、それでは過去10年の3連単トップ3見ていきましょう。こちらです。はい、はい、1位が2012年ですね、トライさんもおっしゃってましたが、145万2520円、14番人気のビートブラックが勝利しました、そして2位が2016年の242730円、13番人気のカレンミロティックが2着に入りました、そして3位が2015年の236300円、7番人気のフェイムゲームが2着、そして10番人気のカレンミロティックが3着に入りました。うん、まあ、でも2016年以降はまあそこまでという感じですね。これでも2016年確か斎藤はね、天才すぎて、カレンミロティック本命だった気がするんですよ。そう、そう記憶あるね、これ馬券取れましたっけあいつ、それで外したんだそれで外しましたよね、なんか、もう天才だろこれって。単勝1点とかやってたってことですか。単勝を買っていたのか、今だったらね、そうしたまと絡めて買ったもんね、それすげえ覚えてるんですよね。そうだ、カレン本命してた。そう、ね、でも内訳だったでしょ、カレン確かね、内訳で。そう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 、一番わかる。そうだ、それすごい覚えてますね。へー、見に行けば天才ばっかりですから、ね、天才の集まりですか。まあ普通買わないまま語りますからね。今日だってあんなパドックで酷評したらすごい人気です2着。ああ、これでしまいましたね、びっくりした。はい、そうだったね、はい、さあ、それでは今年の枠順見ていきましょう。こちらです。ここですね、問題は。はい、さあ、前哨戦の阪神大賞典を連覇したディープボンドは8枠18番、そして去年の菊花賞馬タイトルホルダーは8枠16番、4連勝でダイヤモンドステークスを制した帝王ロイヤルは4枠7番に入りました。さあ、トラシさん、この枠順ご覧いただいていかがですか。多くの人と同様、大勝を目指しますよね、同じ阪神の舞台で1、2番人気の馬が16番と18番で、まあ、菊花賞エリア、ね、あのコーナーまで長いんでそこまで外枠の不利ないですけど、まあ、今日までだったら内枠の方がやっぱり良かったですし、ちょっと試練かなっていう気がしますよね、ちょっと難しくさせましたよね、この枠順は。この枠は難しくなりましたね、面白くもなりましたけどね、面白くもなった。タイトルホルダーはスッとね、前行ければまあいいとは思うんですけど、ちょっともたついたらね、前回スローのゆっくりめの、ね、で先頭切ったんで、そんな感じでいくと内から中に行かれちゃうかもしれないですね、それでは今の人気見てみますと、1番人気は18番ディンプボンドで 2.7 倍、そして2番人気が16番タイトルホルダー 5.2 倍、そして3番人気が7番帝王ロイヤルで 7.0 倍、4番人気が1番アイアンバローズで 8.2 倍、そして5番人気が5番マカオンドールで 9.9 倍、ここまでが10倍を切るオッズです。その後はもう6番人気9番ヒートオンビートで 17.6 倍なんですよね。でハーツイストワールシルバーソニックロバートソンキーと続いていきます、はい、さあではレース展開の予想にすごい神妙な顔してる、はい、お願いします。レース展開、まあこれはタイトルホルダーいくでしょう、トライスさん。まあそうですね、さすがに、あの一応ねアイアンバローズ陣営はね、行く馬を行かせて番手でっていうようなコメントも出ているので、まあ、競りかけはしないでしょう。タイトルホルダーが行って、2番手、番手がアイアンバローズで、これはほぼいいですかね。はい。で、ディープボンドですよ、まずは。どうでしょう。どこつけますかね。まあ、バグの外、そんな外回りたくないんで、スッと行けたら、ね、3、4番手で見てみたいですよね。ここの可能性ありますよね。もう、もはやね。はい。ですよね。で、スタートが悪い馬でもないですしね、ですよね。こう、まあでもね、川田さんが譲らない気するんですよね、ディープボンド。そうなんですよね、シルバーもある程度、好位には来たいですよね、はい、ですよね。で、うちの馬で言うと、あとどうですか、
まあ、池添さんとか、うん、ヒートオンビートあたりがでも折り合いね意識しますからそこまで出していけないんで7番のテオロイヤルの方が前行くんじゃないですかね。ああなるほどね、うん、こんな前行きますかねテオロイヤル。そうか、うん、こんな感じになるんですかね。じゃあ、はい、どうですか。そんな感じですよね、うん、このような並び、うん、まあ、高野ディアマンテがねもう5番5、6番って行くかもしれないですけど、あとは可能性あるのは、まあ大体そんな感じだと思うんですけど、このようになる、 かもしれない感じですかね。でもこれちょっとディープボンドは難しいですね。やっぱりこの枠はね2番手まで行っちゃうかもしれないですからね。思い切ってね、うん、もう出しまくってね、うん、もうこんな感じになるかもしれないですね。タイトルがやっぱり具合良さそうだっていうのを、はい、感じたら私行くでしょうね、うん、なるほどね、うん、ディープボンドは下手したらここの可能性もあると、うんうん、はい、そういう感じですね。まあそうですよね、悠長に乗ってたら大丈夫だね、やられちゃいますもんね。そうなんですよ、うん、こんな感じじゃないでしょうか。はい、ありました、ありがとうございます。さあそれではウィニング競馬で発表した皆さんの予想がこちらです、はい、さあ、大久保先生の本命はディープボンドですね。そして、ジャングルポケット斉藤さんの本命がアイアンバローズ、そしてトライさんの本命がアイアンバローズ、キャプテンさんの本命がロバートさんとなっております。ではまず、トライさん本命アイアンバローズですね。まあ石橋騎手に手代わりしてから徹底先行策に変わって、うん、なんかもうそれまで成績オミットしたいですね。ステイアーステークスいい競馬でしたし、まあ、ちょっと前半スムーズ変えたんですけど、まあ、阪神大賞典もそういう途中からまくってくる馬がいて邪魔されてっていう、それでもね2着2着スタミナありますし、前走内容だけ見たらディープと本当差はないと思うんですよね。ディープも去年より、うん、多少は強くなってますけど、アイアンも相当な上積みありますからね。この枠順の差でうちがよっぽど悪い馬場じゃなければ、僕はもうアイアンバローズの強い可能性が十分あるかなと思うんですよね。バケットもいいですし、もう全然こっち勝ってもおかしくないかなって感じですね。ディープボンドやっぱり凱旋門賞、ね、フランスでのフォア賞とか有馬記念2着、結構そういう成績もあるからこっちが全然強いと思われますけど、阪神大賞典だけ見たら、まあ、遜色ないなっていうところ、うん、このオッズ差だったらアイアンいいな、うん、石橋ジョッキーもやはりちょっと悔しい春だったと思うんでね、スターズオンアースがあっさり川田騎手乗り換わって勝たれてるんでね、同じ阪神で雪辱を晴らすっていうそういうシーンもあっていいんじゃないですかね、うんうん、確かに。さあそしてキャプテンさんの本命が私はロバートソンキーで、単勝と13番、18番の馬連と、13番のサネプク一等軸で、テオロイヤル7番、16番、18番のサネプクって感じですね、はい。まあ、ロバートソンキーに関してはまあ菊花賞、ね、コントレールだったんですけどこの時勝った馬が、まあ、コントレールのね、真の実力っていうのもまだ結局ね、うん、なんとなく測りかねてないようなところもあるかもしれないですけど、まあコントレールと、あの、もう一頭ね、何でしたっけ、ジャグだった馬、梅ちゃんのね、はいはい、おとなし厩舎の、はい、その2、え2着、アレストテレス、アレストテレス、その2着、その2頭とはそこまで、その2頭以外ではそこまで差がないんですよね。で、最後、あの、外差し馬鹿だったんですけど、最後やっぱ伸びないうちをつくような形になってしまって、それでもね、1.1 秒6着っていうのは、この中だったら、で威張れるんじゃないかなとすら思うんですよ、うん、はい。でまあ、神戸新聞杯でも、まあ、コントレールが、まあ、完勝落勝したレースですけど、まあ、レールの3着とかありますし、前走もねプラス16キロで叩き2走目、はい、まあ、人気の盲点かなという気はしたんですけどね一応、はい、それがウィニング競馬の解明。これはとりあえずウィニング競馬の買い目ですね。はい、ありがとうございます。はい、自信なさそうですね。自信がないですよ、やっぱり。一応って言ってますもんね、はい。ただ神戸新聞杯の時に14番人気で、僕これ前日の時点では本命だったんですよ、最初。うん、でそしたらなんかスタッフさんの、ウィニング競馬のスタッフさんの嫌がらせを受けて。あれ、はい、なんか迫害をされそうになって、迫害をされそうになったんですか、はい、そんな人はもう使えないみたいなそんなことないと思いますけど、ね、
多分受け取り方だと思います。多分私の受け取り方も悪かったかもしれないですけど、はい、なんかそういう空気が、そういう空気がすごかった、あ、感じ取ったんですか、はい、なぜか、はい、自分は支配的だと思う、思い込みだと思いますけどねそもそもキャプテンさんみたいな天才すぎる芸人さんをね、このテレビ出すですから、まあ、寛容なスタッフだと思うんですけど、まあ、僕はそうなんですけど、この時はなんかすごかったから、それで辞めちゃったっていう、あ、それで辞めちゃったのもあるので、はい、ちょっとここはその時の恨みじゃないですけど、はい、ちょっと書いておきたいなと思います。わかりました、はいはい、はい、ありがとうございます、はい、では、一つずつ聞いていきましょう。まずはやっぱりディープボンドですかね、はい、トライさんいかがですか。昨年2着ですけど、その時よりもね、このレースの前の成績全然今年の方がいいですからね、パワーアップしてますし、普通ならね、あの本命でもいいのかなっていうのはありますよね。ただ有馬記念もちょっとレベル低かったと思いますし、うかつに信用してもいけないのかなと思い始めましたね。やっぱ阪神大賞典見てもアイアン先に仕掛けて、いい目標ができてっていう、まあそれで、まあ、展開にもあったと思いますし、やっぱり勝負どころでちょっとずぶさありますしね、そんな抜けた存在じゃないんじゃないかって、ね、そこまで抜けてないんじゃないかと、なるほど。ただババが悪くなることはいいことですよね。まあ、ミチアルでの構想歴あるけど、キングヘイロ肌の絆ですからね、はい、そこまでのスタミナあるのかなっていう、実はそこまで、去年構想しているとはいえ、ミチアルでの 3200m は意外と応えるんじゃないかなっていう気がするんですよね。馬体見ても聖夜のものじゃないですしね、筋肉量たっぷりですし、真の聖夜じゃないなと思うんですけどね。ただこの路線は少しレベル低いんで、なんていうか、この馬がトップに近いところに来てるだけで、そんな進行勢力気のいい馬がいたらすぐ逆転されるような気がしますね、僕はね。ちょっと穴を狙いたいっていう、まあ、ちょっとあるから願望部分でね確かになってるっていう、まあそういう今ね、今のまあ実力の話でもありましたけど、まあ枠考えてもね、やっぱ大外枠なので、はい、でもそれでほら、もう最近の競馬ファンは本当に枠もめちゃくちゃ重視するから、はい、ディープボンドも当初思ったほどは人気してないんですよね。だったら買ってもいいんじゃないかとかね、いろいろあるんですよ、その辺は。ほう、なるほど。2.7 ですね、3打切ってんですね。そうですね、前日オッズは、はい。さあ、では。あとはやはりタイトルホルダーですかね、いかがですか。まあ、前回は状況も一息でしたし、まあ、勝ったこと2ギがありますけれど、でも2、3、4、5着あたり見ても、そういった馬と接戦しているようではっていう。一箇所のようにね、ズバッてね、逃げて、自分の形に持ち込めれば、まあ、一箇所は構想してますから、このレース。ただ、まだまだそんな2番人気、上位人気になるほどの確固たる力つけてないかなと思いますね、有馬記念見てても、本当短期でいけた場合ちょっと怖いなぐらいで、5番人気ぐらいやったら、まあ面白いんですけど、3人気で逃げ切れるかなっていう、そんな楽にみんな行かせないと思うんですけどね、この関東馬に対して。まあ厳しい戦い強いられるんじゃないかなと思うんですけどね。追い切りは良かったですか。良かったですね、素晴らしいですね。あ、素晴らしい、一気に良くなってきた。あ、前回6分ぐらいだったら今回もう8、9分ぐらいですよね。これ牧尾さんなんて言ってるんですか、わかんないですか。いや、すごい強気でしたよ。あ、強気でしたの、雑誌でも、もう自身の本命って感じですね。だ前回とも全然出来違うしっていう、ね。あとは4連勝中のテオロイヤル、いかがですか。好きな馬なんですけどね、まあ、前走は強かったですよね、確かにね、まあ、まあ相手ランポザローゼスですから、ね、もう惨敗続きの、はい、まあそこ知れない、まあ大場所でこのもうね勝ちに等しい競馬してるんで、まあトップクラスの力あって、ようやくなんていうかここまで再びたどり着いたとか、元年はもう重賞級、ね、G1 近い頃いる馬ですからね、まあ、ただ地域差まで52キロとか、あの52、この馬54キロぐらいで走ってきて、いきなり58キロで G1 でっていう、敷居が高いっていうかね、まあそうですね、ちょっとハードルが高すぎるかな、一気にこれを乗り越えるだけのスーパーコースなのかなっていう気がしますね。でも3番人気ですもんね、結局
かね。マハチチマンハッタン貨幣ですけど、ディオンディーズはやっぱりマイルから中距離ぐらいですからね。うん、ちょっとオッズとのと実績のバランスが悪すぎるなっていうのがありますね。うん、はコメントできています。マカオンドールいかがですか。まあね、三走前に2勝クラス勝ってっていうポンポンと1着4着来てますけど、マイオス X も52キロ背負ってイン好きが1か8かイン好きがハマって、でレクセランスわずかに先着したっていうだけで、レクセランスの方が強い競馬しますからね。それを考えるとまだ G1 では足りないんじゃないですかっていう。このままやっぱ58キロですね。そうですね、地味に3キロ上がるんですよね、うん、マカオンドールもね。マイオス X から6キロですからね。だからまあゴールドシップの血だけは怖いですけどね、明日の馬場次第。そうですね、まあ来年じゃないかなっていう、まだ時期増上かなっていう気がしますね。あ、粗品がマカオンドールなんですか。そうみたいですね。穴、まあ、じゃないのか、ちょっと中途半端とかいきましたね、うんうん、背景消えましたか。背景いや、これもやっぱり人気になりすぎ、まあ、だからこういう新興勢力に、ね、期待するのは分かるんですけどね、まあね、うん、どうしてもなりますよね。マカオンとか帝王はいいですけどね、うん、いや、だったらアイアンバローズだろうっていうね、僕は何度も思うんですよね。重賞でちゃんと放送してきてっていう手順を踏んでますよ。あとはでももうそんなとこじゃないですか、人気馬に関しては。ね、そうですね、うん、あとはコメントで来てるのはユーキャンスマイルですね。その本命しようかと迷ったんですけどね。いますよね、ユーキャンって言ってる人ね。去年の秋がちょっと不調だったっていうのをちょっとオミットすれば、やっぱり 3000m 以上での成績抜群ですから、うんうん、まあ、一昨年ぐらいに力戻ってれば、うん、勝っちゃうまであるんじゃないかなっていう感じありますよね。前走そんな、うん、そんな見どころないんですけど、まあ、1回使ってここっていうのは決まってたでしょうし、トモンミチ厩舎で金コーナーでって、何かやらかしてもおかしくないかなっていう、うん、超一流ですもんね、うん、あとはあれですね、 T プロデューサーは東京テレビ東京の T プロデューサーはディワインホースって随分騒いでるんですよ。ほうほうほう、まあ一、まあ、人で騒いでればいいんじゃないですか。やっぱ孤独なね、あの50ですね、孤独な祭りというか、孤独な、孤独な男ですから、孤独に負けいや、だからぐちゃぐちゃババになれば面白いんですけどね。やっぱステアーズステークスで褒めしてたんですけど、まあそうですね、やっぱりスタミナ抜群だし、仕掛けどころうまい田辺騎手だから、ぐちゃぐちゃ競馬になればひょっこり、その競馬もぐちゃぐちゃにならないとダメですよね。そうですね、うん、そうですね、もうだから差し折り込みじゃないと、ものすごい早めにディープボンドが任しに行ってとか、そうで、ね、うん、まくり合戦みたいになるようなね、うん、あとそうですね、ハーツヒストワールですね、ルメちゃん、はい、これはどうですか。ね、3種クラス勝ってきたばっかりの上に休み明けでっていう、やっぱり 100% 仕上げまでに至ってないと思いますしね。このままちょっと関西の輸送ってないんじゃないですか。うーん、いろんなこと含めて厳しいですよね。まあ普通に考えたらね、これもだ58キロなんて初めてでしょ。で 割と穴人気はしてるんですよね、はい、これだったら国枝厩舎は早やっこの方ですからね。早やっこ、あ、行っちゃった。早やっこはこれは抜群だし、気持ち悪いですよ。気持ち悪い。あら、あ、言わない方がよかった。あ、人の予定だったんじゃないですか。褒めたじゃん。あ、コメントでもコメントでも来てます。早やっこが気になって仕方がない。いや、これは我々だけどね。白い馬ですからね。白くて可愛いですよね。まあもちろん早やっこに関してはトラベスさんもおっしゃっておりましたがね、前走もね、そうです。まあ、ダートの時ももうずぶくてずぶくて後ろからしか行けないし、最後は伸びるけど、もうちょっと追走2100とかのダートでも追走手いっぱいみたいな感じですから、距離の伸びるの方がいいですし、前回久々の芝でアワヤっていう、そうですね、ほとんど一体行ったぐらいの競馬でしたから、うんうん、その後ろで最後一番伸びてたんじゃないかなと思いますね、最内から。これ侮れないですよねっていう。まあね、いや、タイトルホルダーとか買ってる場合じゃないかもしれないです、日経賞組、うん、でもこれ2枠も1点ですよ、でもこれ前走はちょっと枠だけ心配だ、出せますかね。そんなにスタートは良くなかったんですよ、前走も。そうですね、はい、まあもっさりですけどね。もっさりでしょ、うん、で今、まあ、それは後ろからでしょうね。
しょうがなっちゃう。しょうがないですね。そこだ、そうだとね。うん、これがズバッと前へ行ければね、面白いですね。スタミナに物を言わしてっていう。どうしてももっさり、そこだけ気になりますね。あ、はい、キャプテンさん、うん、新潟で思い出したマイネルファンロン、そうですね、新潟記念ですよね。新潟記念、ね、まあ、私のマイネルファンロンなんですけど、でもやっぱり 2200m までしか走ったことがない馬なわけですよ、うん、なんか本来は 1800m を主戦場にしていた馬で、どうですか、いきなり、まあ分かんないですけどね。そうです、新潟記念で出遅れてマックスの力は相当なもんありますからね。能力高いですもんね、やっぱりね。AJCC だってきっちり来てますからね、別に恵まれたとかじゃなくて。マックスの力ありますし、ステイゴールドですからね。使ってないだけで全然こんぐらいの距離の馬かもしれないですから。だってヒートオンビートよりははるかにスタミナあると思うんですよね、例えばヒート、ね、なるほど、血統的にも。で、仕上がり絶好ですからね。マイネルキッズと松岡騎手ですから。絶対来ないとは言いません、買わないけど買いはしないけども、うん、まあ、松岡君のコメント的にはやっぱ後ろから行く感じなんですよ、ハマれば、そうですね、はい、あの前が引っ張って流れそうなメンバー構成、ハマれば一発やられる足を持ってますって言ってるんですけど、まあ来ないとは言わないですけど、マイネルファンロンが来るとしたらいろいろ買わなきゃいけない馬がいるというか、僕もそうなんです、リバインレースもそうだし、はい、早くもそうだし、そうその辺、うん、その辺が突っ込んでくる展開でもう多分ピンクも2頭とも飛んでるかもしれないぐらい、そう、はい、ぐらいじゃないと、うん、っていう気はしないですよね。なんかだから結局買えないですけどね、うん、ひょっとしたらだからね 8% ぐらい来る確率あるかもしれないけど、うんうんうん、ちょっとその 8% は無視するしかないっていう感じですね。うん、あとはシルバーソニックいかがですか、ジョッキーも怖いですしね、どこ行っても3着の馬かもしれないですよね、3着ぐらいには来れる馬かもしれないですよね、前回もそんな差はなかったですし、まあ、ただちょっとパンチ不足かなっていうね、やはりこの外枠からどう食い込むのかなっていう、本当はもう少しね内目の枠欲しかったでしょうしね。どうなんですか、ちょっとねシルバーソニックの人気とか僕見てなかったんですよね。シルバーソニックはですね、はい、今は、8番人気 27.0 倍ですね。とにかくじり足ですからね。でもそれが明日の馬場には合うかもしれないですよね。まあそうですね、可能性はありますよね。うん、ただそういう馬場も合う馬も他にもいますしね、うんうんうん、やっぱりマイオーステークス見ても完璧な立ち回りでしたけど、マカオンにやられちゃいましたからね、うん、そうならこの馬よりはマカオンの方が強いと思うんですけどね、まあ、ちょいと買いづらいは買いづらいですね、確かにね、うん、でもさっきも言ったようにいつでも3着の、そうだから3連単買う人は3着につけて買っても、はい、そういう馬いますもんね、うん、あとは、唯一のディープインパクト3区、当選カンビーナ、いかがですか？うん、マムズ V っていうか、もう絶対4コーナーでかなり後ろの方にいますからね。だからそういう、マイクズレ展開展開来るかもしれないですけど、っていう感じですよね。まあ絶好調なんですけど、さすがに厳しいかなっていう。これを買ったら他の馬も買わなきゃいけない馬が出てくるから、なるほどね、無視しましょうっていうね。なるほど。そうなっちゃうんですよ。ヒートオンビートですね。今日もね、池添騎手勝ちましたけど、うん、こういう乗り難しい馬もこの人得意っていうかね、日経賞でもいい競馬しましたからね。ただ本質的にはこの馬やはりちょっと行きたがりますし、血統的にもそうですけど、追い切りでもちょっと行きたがる面見せるんで、上級の馬じゃないかな。さすがに長いですか。長いと思いますね、うん、潜在的なスタミナはそこまでないと思うんですよね。まあ阪神の成績はもうね、9戦して1勝2着6回っていうね、安定しますね。うん、ね、2000m ぐらいだったらね、まあそうですね、うん、なるほど、はい、ありがとうございます。さあそれではそろそろ、私からも100万円超えの的中を目指すにあたってのヒントになりそうな情報ということで、はい、チャレンジキーワードをお届けしたいと思います。こちらです。あ、今日出してないのか、電脳書のそれたちキーワードで、どこでもね、まだあった、はい、テンさん私を持ち上げてください、はい、はい、先週のね、あの
プロラステークスでも、困ったら内枠常識破りに挑む世界の矢作がヒントになりましたから、はい、そうなんですね、今週もぜひよろしくお願いしたい。もうパーソナルハイ勝ってほしかった。そうね、勝ってほしかったな。勝ってほしかった。どの理由で勝ってほしかったでしょう。ね、はい、どうも見事なヒントになりましたから。キーワードこちらです。はい。天皇賞春7連勝中、そして抑えて損はない1枠、そして困った時は HDS で、なんだろうこれは全然わかんない、はい、さあまずは天皇賞春7連勝中なんですが、現在春の天皇賞は菊花賞の連対馬が7連勝中なんです、該当するタイトルホルダーは唯一の G1 ホース、そして阪神競馬場で行われた菊花賞を圧勝するなどホース喪失走の雰囲気が揃っているので8連勝になるか注目です。いやこれはね、はい、まあ口述しますが、かなり私はあると思ってますので、そして隠れた唯一の不安点といえば、春の天皇賞の謎と言われている血統的にミスタープロスペクターが未勝利という点です、あのタイトルホルダーはこの該当馬になりますので、まあ、そっちを信じるという手もありそうです。はい、まあ、またタイトルホルダー、はい、あ、なるほど、はい、あ、でも未勝利なんですね。はい、そうなんです。なので、まあ、これの7連勝中という事実に関して、まあ、ちょっとどっちの要素もあるよと。なるほど、どっちとも取れるという。どっちとも取れるよ。なるほど、はい。キングカメハメハさんもダメってことですよね。そういうことね。C 型に入ってる。ああ。なんかやっぱりヒートオンビードとかダメ。キングカメの血が入ってたら厳しいってことですね。そうですね。はい、はい。早くもダメじゃん。ダメか、やっぱり。早くダメですか。キングカメの血が。ああ、そうか。これ高野ディアマンテとかもちょっと入ってるんですかね、これ新聞で見ると。いや、まあ、母の方は多分いいと思います、ね、ああ、なるほどね、父ってことですね、うん、はい、じゃあ、直径だと思います、うん、はい、はい、はい、そしてですね、2つ目、抑えて損はない1枠なんですが、過去10年の天皇賞で1枠は4勝2着1回、3着1回と抜けて成績がいいんです。その中には14番人気で勝ったビートブラック、そして10番人気で3着に入ったカレンミロティックなどがいますので、人気に関わらず1枠は抑えて損はない枠になっております。いやー、だからアイアンバローズやっぱいいっすよね。いいですね。ハーツもいますけどね、はい、はい、そうですね。やっぱり今日もね、うち止まってないんですよ、トライさん。うち良かったですね、今日の段階まで。で、明日雨降るから。でも雨降った時、まあ、どっちとも雨降ったらより前がっていうことも本当によくあるじゃないですか、うん、はい、そして最後の困った時は HDS なんですが、はい、HDS というのはハーツクライ、うん、ディープインパクト、ステイゴールドです。はい、この3頭の3区は過去10年の春の天皇賞でハーツクライ8回、ディープインパクト7回、ステイゴールドが6回馬券圏内に来ています。ステイゴールドが怖いですよね、はい、年齢も4歳から8歳までと幅広いので、細かいことは気にせずに馬券に加えるのは面白いかなと思います、うん。今年はハーツイストワール、クレッシェンドラブ、当選館ビーナ、マイナルファンドの4頭が HDS ですね。はい、そういうことになります、はい、はい、信じるか信じないか、どれに乗るかはあなた次第。細かいことは気にせずに参考にしてみてください。もう最後そこだけでもいいかもしれない。そうですね。そこだけもうなんかリピートしたいですね。意味ないじゃないですか。情報が大事です。はい、はい、さあではキャプテンさん、そろそろ回目の検討に入っていただきたい。私はね、頭決まってんすよ、もう。あ、その前にちゃんとちょっと言っとかなきゃいけないことがどうぞどうぞあるんですが、はい、これはもう一応 T プロデューサーにも了承済みなんですが、ええ、まあ、私のウィニング競馬の買い目は13番ロバートソンキーから買ってます、はい、ね、単勝だの、お前だの、はい、ただ、はい、ここでは、この YouTube では私はロバートソンキー絡みも買わないです、うん、お、はい、全く違う予想にする。全く違うのを買う。本気でやるってことですね。いやいや、これも本気で。あ、本気で、ね、本気じゃないやつ。2万4000円も使わないでしょ。お遊び冗談だろ、本当に。もうこれ、なぜかっていうと、これはこれでもう納得の馬券なので、うん、でね、あの、ちょっと僕、持ってたの見てないですけど、これ100万になるんですよ。なりますね。もうすでに。すごい。バチコンと決まったら。だから やる意味ないじゃないですか、ロバートソン企業。ということで、ちょっとまあ同じテレビ東京ですし、まあ、許されると思うんですね。まあ、プロデューサーが OK って言ってるのは大丈夫だと思うんですけど。にゃんめん待ちってことですね。にゃんめん待ちですね。
ちょっとマジックを取られてたんで、ちょっとお借りしていいですか。ああ、ありますよ。で、これはね、やっぱもう先に言うとやっぱタイトルホルダーですよ、これはもう好きだもんね、頭で買うべきは、うんうん、だって5倍もつくんでしょ、今、うん、はい、つきますね、うん、まあそれは外枠がいいとは言わないですけど、バチコンって言ってしまえば、うん、はい、まあまあね、最初だけちょっとロスするかもしれないですけど、菊花賞の再現ね、菊花賞の再現、うん、まあデータにも全て当てはまるし、うん、だってなんだ、マキオさんすごい言ってましたもんね、菊花賞の前に取材かなんかでね、うん、今回も自信はない、とにかくスタミナがすごいっつってね、まあそこをちょっと信用したいと思います。和夫くんが初 G1 制覇、うん、はい、っていうのはちょっと見えてきましたね。お、はい、まあそれはいいのだが、はい、こっからなんですよね。からがね、天才の真骨頂だね。読めないな。これだからディープボンドがまず来ますか。もうこれオッズの戦いですからね。16来るなら来るかなと思うんですけどね。まあそうですよね、うん、ちなみにカッチマンケット今日も実施してるんですけれど、はい、ディープボンド 51%、うん、そして、まあ、その他が 29% でタイトルホルダー 12% テーオーロイヤルが 6% ということなので、うん、半分以上ディープボンド、それでもいつも外れてるでしょ。外れてはないと思います。その言い方で外れてはないと思います。森ちゃん大使に何なんですか。いや、森ちゃん言ったわけじゃないよ。森ちゃんに言ったわけじゃないけど、なんかあんまり来てるイメージないですけどね、うん、そうね、まあ、まあ人気に、まあ、ああまあどうしても人気になっちゃいますけどね。一番人気ね。だってそりゃそうですよ。僕だってあのね、これ当てれば勝ちっていう勝負だったらディープボンドかタイトルホルダーにしますよね。当たりさえすれば勝ちさえ勝ち馬当てた人の勝利ってなったら、いや私アイアンバローズ副賞とか副賞はダメですよ。勝たなきゃダメってなったら、いやディープより1だな。1番あ、1取ります。アイアン取りますね、うん、取りますね。アイアンバローズが勝つイメージはあんまないんだよ。これがね、結局最低でも万馬券条件じゃないですか。そうですね、そうですね。そこなのよ森ちゃん。はい、16、18、もう1、2着固定、それでも100倍いかないか。16、1、18とか94倍とかね。あー、惜しかったね。カンちゃん、カンちゃんなのか、うん、やっぱでもそうだよな、これね、意外とビートボンドがいきそうだよな。キャプチャー理論だとタイトルボタンすごい強かったらそれを追いかけて直線半ばで伸び悩んで、まあね、その後ろから、はい、後ろからもうそれはもうその馬が何かが全く分からないよね。その場合はね、その展開の場合は本当にその馬が何か分からない。でそれをじゃあ七八頭に流すってわけにもいかないんですよ、うん、そうですね、つかないんで、ルメちゃん、ハーツイストワール、3着来るっていうね、うん、それなら成立するんですよ、これ。まあ、今日のね、青葉賞もね、このレースのためにね、国枝騎手、ルメールさん、うんうんうん、お休みになっちゃったのかもしれないしね。まあ、なるほど。残念でしょ、多分ね、うん。そのコンビですよね。だから、悲しいことがあった、うん、次はいいことがある。うん、その可能性ありますよね。ディープボンドを2にしてしまった場合に、だからもうオッズで消していきましょう、うん、2にしてしまった場合にこれはもう買えませんよっていうのもね、そうするしかないですもんね、はい、うん、だからもうアイアンバローズマカオンどうっていうかもダメですよね。アイアンマカオン低音ももちろんダメ。あ、他はいけるんだ。まあその代わり1点買いとかになっちゃいますけどね。そうですね。そうなんです。で2だと2点買いますからね、ちゃんとね。え、どうですか。いや、この馬券。
あー、ハーツね、ハーツ、ハーツの2番がないよ。でも森データでも一応入ってるんだもんね。はい、はあ、ここでハーツイーストワードは本当そのもう計算馬券だからですしか理由がないですよね。今日の阪神のねメインレースも計算馬券来ましたからね。まあね、うん、侮れないですけど。月賞で計算馬券こだわってダメで今回やめてくるっていうパターン、それもあるね。でも3だと思うな、ハーツイストワールの場合は。あ、そうね、ハーツの場合ね、はい、ハーツの場合は3だと思う。だってさっき言ったような展開の、うん、デンポンダが疲れちゃって疲れて3着ってことでしょ、さっきのは。そうですね、その時に突っ込んでくるまではない気がするんですよね、うん、割とルメちゃんなんで割と1トンじゃねえかと僕は思ってるんで、うん、そうですね、内枠だし、ね、この枠でね、はい、アイアンのちょうど後ろぐらいつくかもしれないですよね、うん、すごい見られてた、怖っ。さあどうしますか、キャプテンさん。行き詰まった感がすごいですけど。行き詰まったね。行き詰まってる。だってやっぱ大塚がそうなりますからね。前だからディープボンドが飛ぶような馬券を買うとか。もうありますけどね。ありますけどね。四着もないみたいなことでしょ。それもじゃあ他の2頭は何っていう。そんな問題キャプチャーが解けるわけない。まあそうなんですよね。やっぱディープもある程度やっぱ 2,3 着くるっていう現実的だし。まあルメちゃんっていう。そうですよ、3馬身ぐらい違いますよ、これで。ルメちゃんか、そうデムーロ騎手も、ね、レーン騎手も来てないんですからね。まあね、うん、3着はあるか、ディープボンド飛びますかね、トライスさん。まあ、飛んでも驚けないですけどね。で16は来る展開なら、まあ、来るだろうなとは思うんですけどね。まあ、一緒って感じですかね、うんうん。まあ、和田さんだって4コーナー先頭を目指すような競馬しないでしょ、多分。射程圏内にあればいいですか、ね、射程圏内に入れて運ぶって感じですもんね。うん、で、うちで、うちになんかいるんでしょ。そうそう、ね、がいて、うちに、あれ何あれって言うと、なんかいいですよね。ドロンコでよく分かんないけど、虫が分かんないけど、なんかいるぞっていうことですね。1でやってくれって言ったら、2かよって言って。そうですね。そういうことあるかもしれない。1だと思ったら2だったっていうね。もう一個僕が迷わせてるのは、早やっこ地獄の3着っていうね。うん、ありますね、それはね。はい、でも金亀ダメって言ってましたっけ、そうですね。そうか。オッケー、それでいくか。お、しょうがない、だって買えないんだもん、3着他、うん、もう、うん、ね、16、はい、だから、まあ、ディープボンドが勝つっていう16182と18162でもいいのか、うん、別にそうですね、うん、そうっすよね、当たるときこんな簡単かもしれないね、意外とね。シルバーソニックの なんだかよくわからない3着も多いですけどね。それもね、ちょっとね、そんなあるかなと思うんですけど、ソタグじゃ全部みたいな。そんなことあります。でもやってもおかしくない、ね、ピンク3頭なんてありますね、とりあえず。記憶ないですね。そうですね、それはないよな。それはないな。それはないですよね、うん、それはないな。18、そうか、他に3着もういないっすもんね。うん、マカオンドールとかつかないか。つかないです、マカオンドールとか買ってる場合じゃないので、まあ、タガノディアマント3着、それも外枠、全部外なんてないっすよね。
You Can Smile とかね、じゃあ怒涛の陰月。なるほどね、怒涛としか言いようがない、うん、今さらそんなバカなのやつですね。キャプテンために来ましたみたいな感じでね、長田雄介に言った時お前買ってんだろみたいな。でもこれね、ユーキャンスマイル14番人気なんですけど、全然つかないですよね。あ、つかない。みんなこの場面買ってるんだ。16、18なんちゃら、18、16なんちゃら、みんな買ってんすよ。あ、まあ全流しとかしてる方はいらっしゃるかもしれないですね、うんうん。だから、ああ、そうかもしれないですよね。でもね、ミートの街ですなる可能性もありますよね。可能性もまあなくはないですもんね。なんだ考えすぎだなぁなる可能性も大ですからね、これは。大ですか、うん、夢を見すぎたというか、ね、やる公務員がいいでしょう。どういうことですか。お相手は公務員でもいいでしょう。あ、安定してるからってことですか。はいはい、いやいや、その職業で決めるとかあんまないんで。あ、そうですか。キャプちゃんも安定して低空飛行ですか。安定なら負けてねえぞ。極めて変わってないですけどね、低空に関しては。あ、いろんな安定があるんだよ。いいか、決めてください。まあいいか、ちょっと足出たら少し足しときますね。これちょっと足りないかもしれない。1万じゃ。まあいいですね。多少ちょっと出るぐらい許されるでしょ。うん、別に。当たればいいですよ。まあもう一回じゃあ夢をもう一度ですね。うん、そう。さつき賞のね。はい。はい、決まりました。はい、16、18、2、18、16、2の3連単。計算負けんですね。まああと計算負けんと、あの国枝先生、まあ一流級者と内枠と、うん、あとルネちゃん、はい、まあ買いたいのはありますよ。あります、ね、で、8くらい、うん、まあこの馬もね、3勝クラス勝ったばっかですけど、まあ、アカウンドールだってそうですから、はい、言っても、うん、そのようなもんですから、うん、はい、十分3着がある、初くらいもかかってるし、うん、3着ならいいんじゃないかっていう、そういう感じで、うん、今回はこれちょっと足出そうなんで、1万だと、まあ、1万1000とか1万2000ぐらい使っちゃうかもしれませんが、はい、これでいきたいと思います。あれなんか計算負けにやられたとか言ってませんでしたか。やられたけど、これはしょうがないの。これ前回はやられた、確かに、はい、今回は違いますね、はい、もう狙いすましたやつだから。なるほど、わ、うん、かりました。例えば1枠1番がハーツイスワールでも俺はこうしてたと思う。おー、なるほどね、はい、わ、はい、かりました。後悔がないならそれで大丈夫です。はい、ありがとうございます。はい、さあ、トラヒさん、この解明いかがですか。いや、もう感動しましたよ。キャプテンの不屈の魂をね、感じましたよね。毎回感動してますね。やっぱり、サスキ賞の負けは多分我々にとって伏線だったんですよ。はい、あれは本当に勝ちに等しい内容ですから、うんうん、あれ無駄にはしたくない。はい、はい、これは本当完璧ですね。ここでほら、一番下手なことなんですよ。じゃあ、外れた次に、ね、あれ、この間来なかったからもう計算負けみたいな。一番ダメなやつですよね。右往左往。確かに、はい、軸を自分の中でね、はい、わ、はいはい、かりました、はい、ありがとうございます。さあ、それでは、そろそろ、キャプテンさんがね、100万円を的中できるように、はい、私から応援ソングを歌っていただきたいと思います。そうか、その時間が来ましたか、森さん。待ってました。はい、さあ、今回もですね、はい、たくさんの方が送ってくださったんです。キャプテンさん、ありがとうございます。ありがとうございます。いつもすみません、はい、こちらです。いかがですか。はい、まあ、これだとやっぱりもう僕の世代、まあ、僕ですら世代じゃないですけど、やはり赤いスイートピーになるんじゃないでしょうか。お、森さん、わかりました。はい、さあ、それでは歌います。はい、銀じますみたいな言い方で銀じません、歌います。赤いスイートピーですね。赤いスイートピー、赤いスイートピー、あ、いきます。はい、I will follow you, あなたについて行きたい。 I will follow you, ちょっぴり気が弱いけど素敵な人だから、心の岸辺に咲いた赤い
まれてきましたね、やはり。もう言葉出ません。出ません。ありがとうございます。毎回トライスさんが一番ハマってるんだよな。飽きないですね。あと600回聞いても飽きないと思いますよ。はい、ありがとうございます。これはちょっと馬券にもかかってましたから、はい、ね、ついていってる、ね、決算馬券にも私もついていってますから、はい、ちょっとかかってると思います。来週結婚発表はあるかもしれない。あるかもしれない。誰のこれ、誰、私たちです私たち。ちょっと何言ってるか分かんないですけど。確かにそうです。さあ、それではここでお知らせがあります、はい、今週から配信が始まりました競馬スペシャル、今月ですね、すみません、今月から配信が始まりました競馬スペシャルプログラム競馬好きママのスナック美魔女ですが、ついに迎える最終章がこちら。はい、じゃじゃん。はい、さあ、一押しなんですね、一押しレースです、ね、うんうんうん、はい、キャプテンさんは、横山親子の奇跡入ってますね、はい、そうですね、うん、はい、やっぱりこれでも悩むんですよね、一押しっていうのはね、はい、皆さんなんか素晴らしかったですけどね、はい、うん、そうですね、結構全然違いそうな感じなので、うんうんうん、面白そうですね、はい、はい、ありがとうございます。皆さんぜひご覧ください。はい、はい、そして馬のですが、ここまで配信されている内容も面白いものばかりなんです。最近アップされた順にご紹介しますが、はい、アーカイブも見ますからね、はい、まずはこちら、はい、はい、ちょっと変わった、あれ、あ、いいですね、はい、ちょっと変わった馬さんを紹介するクセ強、はい、そして苦労人の感動物語、はい、男泣き、そして騎手がピンチで見せる奇跡の凄技神騎乗、そしてこんなの見たことない大逃げ、うんうん、そして、はい、武豊騎手武幸四郎兄弟スペシャルと、うん、本当に盛りだくさんです、はい、まだ見てないものがある方は今すぐこちらのテレビ東京 YouTube チャンネルをぜひチェックしてみてください、うんうん、はい、さあ、先ほど紹介したこちらの一押しはですね、はい、このあと6時30分もう過ぎました。あ、もう過ぎましたね。もうスタートしておりますので、ね、はいはい、これが終わったらぜひご覧ください。そのままぜひ見てください。ぜひご覧ください。はい、お願いします。はい、さあ、では今回、春の天皇賞予想しましたが、トライさんいかがでしたか？もうこれはできてましたね。なんか点と線みたいな感じで繋がったというか、うん、はい。今まで点だと思ったものは線だったんですよ。なるほど。さあ、師匠の負けはね、今回の勝利につながってるんですよね。そういうことですよね。はい、キャプテンさん、いかがでしたか？私はやっぱり、またこれは気づけた気がします。お、うん、なんか前回と同じ匂いがするんですよね。うん、はい。すごい。なんか貴重な1時間でしたね。タイトルホルダーかしそうだなと思ったんですよね。はい。そういうの当たるよね、そういうの。はい、そういうのってなんだ、はい。追い込まれた時強いんですよね。はい。さあ、来週もこの時間に G1NHK マイルカップの予想を配信します。トライさん、今年の見どころどういったところですかね？やっぱり T プロデューサーの男泣きが見られるかっていう。あ、そうか、それか、インダストリアを、ね、出資してますからね、はい、いや、素晴らしい出来にあるから、こっちもすんごく期待しちゃいますよね。まあ強いですもんね、うん、強いし、連騎手だし、どんどん今良くなってるんで、ちょっと爪の不安かなんかあったんですけど、問題ないですね、1週間前に追い切り見る限り。馬券的にほら、連騎してすごい人気しちゃうから、馬券的にはいいかもしれないけど、一口の人はいいですよね。いいですよね、夢あふれる。楽しみでしょうね。春かもしれないかな。でもトライさんとかそうなってるわけだから、はい、なんか全部全部なんかね、続きますからね。はい、さあ、そしてもちろんですね、土曜午後3時放送開始のウイニング競馬もチェックしてください、はい、あとですね、4月から始まったウイニング競馬の直前生配信フライング競馬もぜひよろしくお願いします。はい、来週も、ね、はい、はい、そうですね、今日当たりましたね、はい、来週も2時10分頃からですね、はい、10分過ぎぐらいから生配信しますので、はい、ぜひご覧ください。はい、はい、もうね、今日も当たりましたから、今日当たりましたから、次も頑張って、はい、毎週ね、斎藤は先週か当たってるので12レースですね、はい、12レースですね、はい、まあ、どちらかが当てられるように頑張りたいので、毎週土曜日の午後2時10分頃から、はい、テレビ東京 YouTube チャンネルフライング競馬もぜひご覧ください。はい、お願いします、はい、ということで、今回の配信が良かったなと思った方はぜひグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。はい、それでは皆さん、次回は来週の NHK マイルカップでお会いしましょう。ありがとうございました。さようなら。